みなさんこんにちは、カノンチャンネルのせーのカノンです。はい、なんと今はギリシャのケファロニアにやってきました。やったー。今回も団体のツアーでの参加なんですけれども、今から早速この建物の中に入っていこうと思います。先ほど開いていた中にはなんと2600年前の聖人の遺体が入っているそうです。2600年前って想像もつかないですね。This is the body of the saint. They take out all the organs. It's like a mummy. And then with the medicine, they keep the flesh, and it's like a dark color, but it's the whole body of the saint. Some parts of Greece, they have some churches parts of bodies, not the whole body.So this place is like very important for the island, very important for the people, for everyone in Kefalonia. The body is always in this because that was his home, and they only take it to the big church August the 16th because it was when he passed away. Otherwise the body is only here. So we can go to the winery now? Okay. Okay.I don't know if you like wine, but there will be wine tasting. はい、次はワインのブドウ畑にやってきました。見てください。密かにここにブドウがなってる。すごい。この床にいっぱいブドウのね、皮が落ちてるな。やばいやばい、すごいすごい。ここ、トヨタの車でたくさんの白ブドウが運ばれてます。あそこにあるブドウ、パッと見虫がいっぱいたかってるから何のハエやと思ってたけど、あれ、ここで問題、何の虫でしょう。1、コバエ、2、アブ、3、ハチ。正解は何のハエやと思ってたけど、あれ、全部ハチだそうです。すげえ、ハチ。ハチミツがブドウでできるよ、花じゃなく。早速中に入っていこうと思います。ワインっぽい匂いがするここにワイングラス。How long does it take to make wine? I think it's 1 month. 1 month? In the barrel, yes. And here? Do they make only white wine or red wine also? Red wine and rosé. Rosé? Rosé, you will taste it now. The Robola wine. Of course you can have it, please. こういうのって確かワインの飲み方があったはず。こんなちょっとくる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 とかしてワイン普段飲まないけどいただきます。ならこれやったらまだお水が一番や。If you don't want to drink it, you just pour it here. You don't have to drink it. Yeah. Where are you from? Japan. Japan. For us, Japan is a very, very long destination, and you know, like a dream. It's like a dream for us. I tell you, it's exactly the same for Japanese one as well.Because you know the place is quite far from Japan and in Europe, right? Europe, yeah. The flight is quite expensive. And for us too. Yeah. So coming to Europe is one of my dream. It's like it's like we have the same dream. Yeah, but from the other side. Yeah, perfect. Yeah, that's good.今ガイドさんが言ってたんですけど、ここの島の学校は9月に開いて6月に閉まるそうです。つまり学校は3ヶ月のブレイクがあるそうです。その理由として、その学校にはエアコンディショニング、エアコンがないから暑くて勉強ができないっていうこともあって、政府がこの暑い期間お休みでいいよっていう風に定めたそうです。すごいな。そんな3ヶ月をお休みなんて日本じゃ考えられない。鍾乳洞や、ツアーで来てるとバスの中に荷物を置いていけるのですごく身軽や。暗いからピント買いづらい。よしよし、これが濡れてる。なんかよく見たらそのクリスタルみたいになってる。わー、一瞬滑った。今ツアーで来てるんですけど、ここに入れる時間がたったの20分しかないっていうのがなかなかタイトなスケジュールです。
気に開けた場所に出てきました。なんかねめちゃくちゃ湿度が高い感じがします。日焼け止め今日体に順に塗ってきたんですけど、まあ、もちろん顔にも塗りまくってなんかめっちゃチャカチャカしてますけど、日焼け止めがまたしっとりしてきた感じがします。一体何万年かけて作られたんでしょうか。はあ、ん？犬の肉球の匂いがしました。確かに暑い。何度だろう。もうすぐ、もうすぐ着くかも。今からレイク湖を見に行きます。なんかここの匂いが日本の温泉みたいな匂いがします。日本に帰ってきたみたいな匂いがする。垣間見える湖がすごい綺麗、プールみたいな青さなんだけど、すごい、もうめっちゃ綺麗や。この水の透き通り具合がやばいし、崖のところに水が反射してめちゃめちゃ綺麗に光ってます。No. The depth is 15 meters. The water is 15 degrees and is brackish, half salt, half fresh. めっちゃ綺麗。なんか待って、船そこにカメラが落ちてた。早い見る。旅行先に来て一番落としたくないものナンバーワンすぎるこれ。だってこの綺麗なのに。うわー。お、すごい。なんかお日様が水面に差し込んでる感じがやばい。ここあそこに鳥がいる。ハトかい。個人的にもうちょっとなんかすごく珍しい鳥を期待したんですけど、ハトだった。ハト。すごい、霧がかってる。めっちゃ綺麗。水が透き通ってる。隣の人中止と。にしても今日めっちゃ暑い。ん？ここでアイドリングをしているバスと木の上で鳴いてるセミがコラボしてる。これがギリシャのセミの鳴き方なんですね。日本だったらミエーメーみたいな感じですけど、ここのセミはジャ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 みたいな、一回鳴いた後の次の鳴き声のスパンがすごく短い気がします。お土産。なんかギリシャのお土産屋さんにやってきて思うのが、至る所の観光地でよく見るのがこういうなんかマット系、テーブルマットレスみたいな、テーブルクロス、ギリシャでこういう、はい。Do you learn English at school? Yeah, yeah, yeah. In Japan, we do. In Japan, you do. From 12? From 12? No, 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 no. Here from 7. 7? 7 years. Wow. Could you tell me about this, the cave, lake? Is there any fish living in, under the sea? Yes. You can find fish and also pigeons. Did you see? Pigeons, yes. Many pigeons. Pigeons. Yeah. And also some bats. But you can see them only at night. Not now. Yeah, but it's a very beautiful lake to visit. Did you like it? Yes. Very. I saw a camera under the water. Awesome. For poor guy. Yeah. For guy. Yeah. さっきの、 あのセミが鳴いてるとか言ってたところで私あの帽子を置いたんですけど、忘れた。持ってき忘れた。結構今日お日様テリテリしてるので、いくらね日焼け止め塗っても多分多少は焼けると思ったんですけど、やばいな。あれ2日前にお土産屋さんで買ったんですけど忘れてきた。はい、次の場所にやってきました。めっちゃ綺麗。なんか私今まで行ってきた海の中でもしかしたら一番の青さを誇ってる海かもしれないです。今まで見てきた海はなんかね水色に綺麗だったんですけど、
これ結構浅瀬でかなり青くってめっちゃ綺麗や。で下まで見えるからいかにこの海の水が透き通ってるかっていうのが想像できます。 Thank you. And wish you the best. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.